内山交渉労指定書消防現像宇治第4最終回昭和56年4月18日京都五条総選寺にて収録。テキストの79ページの上段の初めから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11行目、薬膳行動前時行動大事、そこから薬膳行動大師、ちなみに無才大師の指示によりて、高勢大薬膳寺に三門す。三条十二文教は、暴行ほぼその終始を諦む。いかなるかこれ、そし生来寺。白の男等に大薬膳寺曰く。宇治は彼をして曜日春木せしめ、宇治は彼をして曜日春木せしめず、宇治は彼をして曜日春木せしむるはぜ、宇治は彼をして曜日春木せしむるはふぜ。薬膳聞いて大御師大弱に申す。暴行かつて石頭にありし、文殊の鉄牛に登れるがごとし、大弱の同習するところ与者と同じからず、眉目は三回なるべし、三回は眉目なるゆえに、その脅威要は三を見るべし、その脅威瞬は回を調すべし、では意に監修せり、いわ教に誘引せらる。ふぜは不教意にあらず、不教意はふぜにあらず。これらともに宇治なり。三も字なり、回も字なり。字にあらざれば三回あるべからず。三回の二根に字あらずとすべからず。字もし得すれば三回も得す。字もし増えなれば三回も増えなる。この道理に明星出現す。如来出現す。現世出現す。年下出現す。これ字なり。字にあらざれば不印もなき。石鹸の起出を出前時は臨在の放送なり。不安の適しなり。ある時大主に示して曰く。宇治は伊藤工夫と、宇治は苦藤理夫と、宇治は行く良苦と、宇治は行く工夫と、行くともに宇治なり、藤夫とともに宇治なり、藤寺未良なりといえども不藤寺来なり、岩路なり、桑場なり、場を苦とし、老意とせり、当それ来にあらず、不当これ未来にあらず、宇治格のごとくなり、当は当に軽下せられて、不当に軽下せられず、不当は不当に軽下せられて、当に軽下せられず、岩井をさえ、岩を見る、桑は桑をさえ、桑を見る、下は下をさえ、下を見る、下は下を下するなり、これなり。下は他方に取得せらるといえども、他方を下する下、今だあらざるなり。我人に王なり、人人に会うなり、我我に会うなり、質質に会うなり。これらもし字を得ざれば因もならざるなり。また、岩現状公安の字なり、桑工場管理の字なり、党は脱退の字なり、不党は即死利子の字なり、格のごとく弁行すべし、宇治すべし、
高麗の尊粛ともに陰も言うとも、さらに同種すべきところなからんや、言うべし幾半不当や宇治、幾半不当や、幾半当や宇治、幾半不当や宇治、格のごとくの三級あるべきなり、教義曜日春木や半宇治、教義曜日春木や作宇治、不教義曜日春木や半宇治、不教義曜日春木や作宇治、陰物ごとく三来三個三等三不等する宇治の字なり、まあ、そこまで今日はこの宇治の巻の最後のところなんですが、やっぱり初めての方もおられるでしょうから、その例のごとく今まで読んできたところの大体の話をお話しするところから始めますと、大体ね、今宇治っていう、これはね、この宇治の巻の文によれば神宇神海寺ということなんですね。それでこの宇と字を取って宇治、つまりすべてのこの神宇神海、それが字刻々ってこういうことだ。早い話がね。それでそれが今我々がその神宇神海、これ私が生命体験すればこそある。そしてまた私は全てのこの世界を生命体験することにおいて生きてるっていう。だからこれはあれですね、こういう人無人海事実っていうのは自己の内容でもある、自己の生命体験の内容でもある。それでね、この本文によると76ページの下の段の左から4行目のところ、我を配列し起きて人海とせり、この人海の図もつもつを字なりと所見すべしと、こう書いてあるでしょ。そしてですね、このその次の77ページの上の段の7行目の下から、じじの字に人宇人海あるなり、こう書いた。要するにこれが宇治ですね。この刻々じじのところにその人宇人海が開けてるわけです、展開してるわけです。それでそれが自己の生命の内容なんだから、それでね、今度また、77ページの一番初めの上の段の初めの行に書いてある、我を配列して我これを見るな、自己の字なる道理それ格のごとしってね。結局我々は私の生きてる生命の内容を展開して、そしてこの世界を自分が見てるってことですね。そういうその見方を本当にこう身につけなきゃダメだ。それをそのこの社会世界っていうのがあらかじめあって、その中に一個人として、要するに1歳分の1としてね、生まれ出てきてると思うから、これは生きてんの心細くてしょうがないじゃない。
この一歳分の一ったら、この一歳というのは 無量無辺にあるんだから、その無量無辺の中の一歳分の一っていうのでそういう自分を生きてんだと思うと、これは孤独だって、孤独な、あれですね、それこそ、チリアクターよりもお粗末な自分にしかならなくなっちゃう。そうじゃない、一切を支えてるものは自己の生命体験、生きてるっていうことなんだ。そうするとその一切の人無人海は自己の中身なんだし、そういうのを生きてる限り生命なんだから自意刻刻だ。その自意刻刻の中に生命、この一切世界を展開してるんだって、これはもう座禅の中身の話ですよ。決してそういうふうに考えたっていうんじゃない。今我々が座禅してるって言ったらそういうことなんだ。それでね、それだからこれをまた五宇治とも言う。その五宇治っていうのはね、その我の生命体験だから、そのあれですね、77ページの下の段の左から5行目のところ、用を取りていわば 人海にあらゆる人は連なりながら自意なり、宇治なるによりて五宇治なりと、こう書いてあるでしょ。このそういうのが自己の生命のあり方だということだ。ところが我々そうでない、そのいつもこう、もうあらかじめある世界の中に私が生まれてきて、その中で生きてると思うから、そうするとある時はこうであった、ある時はこうであったって、こうね、その私が小さい頃はこうであった、少し大きくなったらこうであった、それからもっとあれしたらこうであったっていう、そういうある時ある時の連続になるの。ところがね、そうじゃない、そのこれに対してだね、道元禅師のあれはこの宇治の巻の初めの冒頭の文見てください。古物いわく、これある時は高校たる峰の頂に立ち、ある時は心身海底を行く、ある時は三途八臂、ある時は上六八尺、ある時は主上発す、ある時は路中灯籠、ある時は長三里市、ある時は大地国王と、こう読むと、いわゆるの常識通りになっちゃう。ある時はこうだった、ある時はこうだったってね。ところがそうじゃない、宇治っていうのは、そうじゃなくて宇治っていうのはね、生命体験、生命そのもの、私の自己の生命そのものが宇治ですね。この宇治が展開するっていう、そういうことを、だから宇治は、だからここのとこもこう読まなきゃならない。宇治は高校たる包丁立、宇治は心身たる海底孔、宇治は三途八臂、宇治は上六八尺、宇治は主上発す、宇治は路中灯籠、宇治は長三里市、宇治は大地国王と、こうね。そうすると人無人海自治、これがですね、その展開する全ては生命の風景だってことはよく分かる。それでそのだからね、座禅っていうのは座禅してじっと座っていると一切をやめてる。そうすると自分の中に、頭の中にふっといろんなものが浮かんでくる。しかしそれを掴んじゃえば考え事だ。それを手放してるっていう限りは現れては消え、現れては消えっていうのね、もうこれが生命の風景っていうもんで、どうせ我々の頭はね、その頭っていうね、この脳細胞の組織っていうのか、なんかまあそういうのがある限りね、これ分泌してくるもの、いろんなもの、いろんな思いっていうのは
頭の分泌物ですよ。この頭の分泌物として見てる限り、その分泌物の展開するいろんな一切風景っていうのは私の生命の風景なんだ。この生命の風景として見てる。これが目照禅っていうけど、黙って照らしてるっていう、照らしてるだけだ。それが座禅の中身ですね。ところがまあみんなそうじゃなくて、いつでも何か一つの一貫した主体がまずあって、そしてある時はこうであった、ある時はこうであったと、もういつでも思ってる。しかしながらそういうんだと変化だ、一つの主体がいろいろ変化する。ところがその宇治っていう感じでね、これは協略っていう、その77ページの下の段の最後の行の一番最後のところ、協略はそれ宇治の功徳なるがゆえに、この協略はそれ宇治の功徳なるがゆえに、このね宇治にまた協略の功徳ありっていう言葉も出てくるね。それで要するに協略っていう、これはあれですね、常識論から言えば経歴って読むわ。そして経歴って言えば、その平社員がその班長になった、班長が課長になった、課長が部長になったって、そういうのを経歴だと思っている。ところがその仏法としての協略っていうのはそんなもんじゃない。この78ページの一番最後の行の一番下のところ、協略というは夫婦の東西するがごとく学士来たるべから、この協略っていうのはね、風や雨がこうそーっと吹いて、もう東から西へ行く飛んでいくような、そんなもんじゃない。人海は不動天なるにあらず、不身体なるにあらず、協略なり。人海っていうのは動かないもんじゃない。それからまた進んだり退いたりするものでもない。これは協略。協略は例えば春のごとし、春に小田藩の方様子あり。例えば協略って今は春だけど、 春みたいなもんで、春っていうといろいろの、小田藩っていうのはいろいろの風景がある。これを協略という。例えばね、梅が咲いてるところと桃が咲いた、桜が咲いたってね、だんだんこう咲いてくんだね。ただ咲いてくんで、春が、常識論から言えば春が移っていくと思うけど、そうじゃない。ただ梅は梅だけが咲くだけだ、桃は桃だけで咲く。それからそのあれですね、桜は桜だけが咲いて、また桜散るときは散るだけで散る。そして今度は藤の花が出てくる。そういうふうにして、その春は常識から見れば移っていくわけだけど、本当はただ咲く、ただ新芽が出る、ただ花は散るって、それだけでいくんですね。だからその次に、下物なきに協略すると山岳すべしって書いてある。この決して他との兼ね合いで、そのあれですね、もう梅も咲いたし、桃も咲いたし、今度は俺の出番だって、ご近所がみんな咲いたんだから私も咲かなきゃ世間体が悪いって、ね、そういうんじゃない。ただ桜は桜の生命力で、ただ
などの兼ね合いなしに咲くんだ。ところが今世間の人はそうじゃなくね、お隣もその自動車持った、だから自動車持たなくちゃいけない、お隣もそのピアノ買った、だからうちもピアノ買わなくちゃって、そういう他との兼ね合いだけで動いてるじゃない。ところがそうじゃない、本当の生命力そのものって言ったら他との兼ね合いなしでただ咲くんだ。そこがあれなんですね。それでそういうのが生命の実物のあり方だっていうのがこの宇治の巻の言いたいところですよ。だからそしてですね、そうしてみるとそのただ刻々っていうこの人愚人海自治っていう自分だけでやるっていうとね、そうすると例えばね、俺はあの時にあんな失敗した、もう恥ずかしくて生きていられないって、あんな失敗はもうもはや取り消すことはできないであろうって言って、まあそういう他との兼ね合いで自分っていうこうコロッとした一物があってだ、それのあれですね、変化推移と思っていれば、一旦失敗はもうもはや取り返せないじゃない。ところが今人無人海自治っていう時にはね、そういうもはや取り返せない、この失敗は取り返せないってこう考えるようなら、ただそれは頭で考えたことだ、そうじゃない、まっさらな生命の実物として見ておる、今は刻々今の生命を生きるんだからね。確かに失敗の時は人無人海失敗だ。しかしながら今は今の時としてまっさらな生命を生きる、今のまっさらな生命を発現するというにはそれでいいんだ。それでね、結局我々の狙いどこはいつもそのまっさらな生命の狙いを狙う、そこが大切なんで、それであれですね、90ページの左から5行目のところ、それ人海をめもて人海を人海するを偶人するとは言うなり、一本には人それ人海をもて人海を海人するを偶人とは言うなりって書いてあるが、その海人の方が聞きそうだね。この人海をもて人海を海人する、それを偶人とは言う、上六根人をもて上六根人するを発心修行菩提涅槃と現状する、すなわち うなり自なり、人自を人無と偶人するのみ、この辺が修行のしどこだ。結局はこのどうせ我々人無人海自意でもって生きてるんですよ。これを思っても思わなくてもみんなそうなの。それを忘れちゃって、そして一歳分の一として、そして自分はつまんないと思って生きてるわけだね。そうじゃない、みんな人無人海自意で生きてる。それでそれをただ本当に人海を持て人海を開人するっていうのは、それが偶人だ。そしてその辺のところを狙うっていうのが、これが発心修行菩提涅槃と現状する。それがまたうなり地なりだ。結局はね。それで、結局はね、今、全てのものは生命の風景としてある。それで
この冒頭の初めのあれは、はあの8つ挙げられてますね。宇治は高校たる法調律、宇治は心身改定校、宇治は三途八臂、宇治は上六八尺、宇治は主上発数、宇治は路中灯籠、宇治は長三、長三理士っていうのは長家の三男、理家の四男ということで、あの要するに信濃のところじゃ長男は幾分価値があるけど、あの三男信濃っていうのだったらね、まあその辺にどこにでもあるっていう、そういうことなんです。宇治は長三理士、宇治は大樹国夫と、こういうのはね挙げてるけど、これは古物的な並列だ、古物的なこう状態ですね。それをこう挙げた。それに対してこの前読んできたのは、その宇治は彼をして曜日春木せしめ、だからこの前読んだところですね。この79ページの上の段の左から5行目のところですね。宇治は彼をして曜日春木せしめ、宇治は彼をして曜日春木せしめ、宇治は彼をして曜日春木せしむるはぜ、宇治は彼をして曜日春木せしむるはふぜ、こういう、この初めの冒頭のね八句はいわゆる一つの古物的状態を並べたの。ところが今の今度のあれになってくると、宇治は彼をして曜日春木せしむ、あるいは曜日春木せしめずと、こういうことになると、ちょっとそこに単なる古物の配列じゃなくして意思的なものが働いた、せしむせしめのですよね。それからその次の宇治は曜日春木せしむるはぜ、あるいはふぜと、こういうになってくると、これは価値判断的なものが入ってくるわね、いいか悪いか。ところがそれらをひっくるめてだ、大切なのは宇治だ。宇治が宇治っていう人海自治っていうね、その生命があるときは意思的にも働く、あるときは価値判断的にも働いて、これで大切なのはその根本にあるその生命力そのもの、宇治っていうね。で大体このあるときは曜日春木せしむっていうのは、あのあれですね、お釈迦様があるとき花を念ぜられて、そしてまばたきされたのね。そしたら八幡の大衆はみんな何が何だかわからなかった。それに対して歌唱尊者がにっこり笑ったっていう、その曜日春木なんですね。だからお釈迦さんが曜日春木したその根源はね、ただ曜日春木したからっていう、その中身じゃないもの。本当は曜日春木する、あるいはしない、あるいはそれがいいか悪いか、その根源にある生命の実物そのものを、それがあのお釈迦さんの言われようとしてることなの。それを本当はだからね、自己ね、いつも言うように自己切りの自己なんだから、誰だって生きてるのは、これは人に伝えようがないんだ本当は。ところがたまたまお釈迦さんが花を念じて曜日春木したら、スコッとその歌唱尊者に伝わったんだ。それを以心伝心というね、心を持って心に伝う、あるいは法を伝うっていうんで伝法とも言うね。その法っていうのは自己の生命の実物いうんだ。自己の生命の実物っていうのは自己切りの自己生きてんだからね、自己切りの自己を生きてる生命の実物なんだから、これはちょっと言葉でね
簡単にこれ貸してあげるってそんなわけにいかない。これこそ兵一発でも人と貸し借りできないっていう、そういうその兵の話だ。兵の話、兵だってこれ事務人海事事なんだ。それでそういう兵が大切じゃない、事務人海事事それが大切なんだから。ところがいつでもその、あれだね、沢木郎氏がの兵一発でも人と貸し借りできんって言うと、あ、兵が大切なのかって思って、兵の方ばっかりあ頭いっちゃう。そうじゃないんだ。兵一発でも人と貸し借りできぬっていうのは、そういう生命のその実物、それが伝わんなきゃ。病気で苦しんでるっていうね、これ誰か変わってくれって言ったって誰も変われないんだ。俺生命の実物を、自分は自分を生きる場所だ。それがスコットもまた伝わる時があるね。これが以心伝心だし、伝法だ。で、だからね、仏法が難しいのは、その、いいか悪いか、いいことだけという話じゃない。悟りか迷いか、悟りだけ悟ろうっていうの、そんなんじゃない。悟りも迷いも、いいも悪いも、その全てひっくるめた生命の実物の話なんです。だからね、そういう生命の実物の話だから、そう簡単に悟って俺は悟った、迷った、そんなんじゃない。悟りも迷いもひっくるめた話、どっちへどう転んでも自己切りの自己の生命を生きてるっていう、それが五氏だからね。で、だからね、五章の巻に氏の上には取捨の儀あるべからずっていうね、中が出てるけれど、本当に宇治っていう、この人無人海寺寺っていうところには主者はない。主者の話でない。悟りはいい、迷いは悪いっていうね、取ったり捨てたりの話じゃないの。それをひっくるめたって、こういう話ですね。で、まあこの前も例を取って言ったけれど、その宇治教義曜日春木っていうのに、曜日春木の代わりに平和っていうのはね、言葉を当てはめてみたらいい。ある時は彼をして平和ならしむ、ある時は彼をして平和ならしめず、ある時は彼をして平和ならしむるはぜ、ある時彼をして平和ならしめざるはふぜ、とこういうふうに読んでみては。ところがね、どうしても平和でなくちゃいけないってこう平和論を、平和運動を展開しようって言うとだね、そうすると当然この戦うっていう人とまた戦わなきゃ、その運動、一つの運動を始めりゃそれとの対立がある。それでけんけんごうごうとして、この際どうするかって言ったら、まあやって、まあ二つに分かれてまたそこで喧嘩する。これ平和でない。それで本当の平和っていうのは、その結局ね、宇治ですね、ある、宇治は平和ならしむる、宇治は平和ならしめず、宇治は平和ならしむるずはぜ、宇治は平和ならしむるは不ぜという、その根本にある宇治だね。ここを狙わなきゃダメ。で、ここを狙ってっていうと、結局座禅しなきゃダメ。で、みんな座禅する。みんな、これ世界中のやつがね、座禅すりゃこれどうせ平和なんですよ、こんなおとなしく座ってんだから。それなんだかんだって言い始めたら、そのだから仏教がね、この前も言ったように、キリスト教は平和運動するのに仏教は平和運動しないって、これはけしからんって言う人はよくいるけれど、
仏教の、いや今の今の仏教界の話じゃないですよ、今の仏教界の話ね、あの世界平和のためにって言って、あのご人ぐらいしてたらこんなもんな、平でもない、それこそそんなこっちゃない。でも本質論として、仏教の本質論として、ただ座るっていうところ、これが本当の平和なんだ。で平和運動するって言ったら、そこにもう波風が立ってる。で本当に波風立つ以前のところに、ただじっと座ると、それこそが本当の平和だっていう、これが大切なんですね。だからそういう今宇治っていうのはそういう意味を持ってる。それでまあ今日のところですね。で薬散聞いて大御師大弱に申す、暴行かつて石頭にありし、文殊の鉄牛に登れるがごとし。薬散禅師がね、そこでもって本当にその単なる迷いを捨てた悟りっていう、そんなね簡単な悟りじゃないかね、迷いも悟りもそれぐるみひっくるめたところを悟った。それで大弱に申す、暴行かつて私は石頭禅師のところにあった時に、文殊の鉄牛に登れるがごとしっての、あの 鉄でできたその牛がいる、そこへこう止まって一生懸命その針刺そうと思ってあれしたけど、あの鉄なんだからね、蚊がいくら針刺そうと思ったって入ってこない。そのくらいその仏法っていうものに出会って歯の立たない思いをしたっていうことね、それが今よく分かった。仏法っていうのはそういうもんでね、その悟りと迷いとってね、分かれた後の話じゃないんだ。それで迷いを捨てて悟りを開こうっていうなら、もうすぐあのあれですね、歯が立つじゃない、かだってちすぐ針刺すことはできる。ところがその悟りと迷いと別れる以前というような、こういう生命の実物の話だと、これはもう針が立たない。我々の分別のね頭でもって、この要するに我々の分別の頭は悟りと迷いとって分かれて初めて分かるんだから。ところがその分かれる以前の生命の実物って言ったら、これもう頭の問題じゃないね、頭の分泌物で分かるような話じゃない、分泌物が湧き出てくるところだからね。で大弱の同習するところ余者と同じからず、馬祖大師がねその同習したところ、それはその辺のちょっぴりした悟りを開いたのとは全くわけが違う。眉目は三回なるべし、三回は眉目なるゆえに、この今曜日春木って言った、その曜日春木っていうのはこの三階だっていうね、山だ海だ、これ我々のね眉毛一つでもこれは宇治なんです。それでね、いや山は大きいけどこの眉毛こんなちっちゃいのに申し訳ないって、こんなに神武神会って言われちゃう、ちょっとあのこそばよい思いがしますって眉毛は言わなくたっていいんだ。眉毛だってね、その神武神会の、いや山は大きいかって、そんな山が大きいはずがないもん。これその この次は山水経をやろうと思ってるけど、この山水経って言ってね、道元禅師が山を見、それから水を見て山水経を書かれたんだ。あれを書かれた頃はどうせ宇治に住まれ、
宇治の高尚寺今の現在の高尚寺じゃ なさそうだけれど、まあとにかくあの辺そうすれば私だって毎日あそこのとこ散歩してそれで結局あの宇治の、うん、あれですね山見それから宇治川を見って言ってねそれでこれがそれにしちゃこの山水は貧弱だなと思わざるを得ないよ、ね、これヒマラヤさんに比べたらちょっといやあの信州の山に比べたって宇治の山っていうのね丘みたいなもんそれで信州の山だってヒマラヤさんに比べたらアスバルの花ってちょっと言ったようなものって今度だからね山でこれは人間の頭なんだからそうすると人間の頭一番大きいのかっていうとあの結局分岐物なんだから生命のねそれで結局そのそういう生命の根源の話なんだからどうせね美目は三回なるべしってね三回は美目なるゆえにってそんなねそういうの飛び越えた話なんだそして全くねの雄大な話なんだからねで雄大って言って大きい小さい比較しての大きい小さいじゃなくって全く比較を絶したところの大きさっていうそういうものにね慣れなきゃダメだそういうのにそういう雄大なね比較を絶したその大きさにいつもだからそのこの正法眼蔵を読んでんのもそういうのになれるためですよああそういう話もあるかってそんな程度じゃダメなんだいつでもその正法眼蔵のその大小を絶したその話ねそれに読んでるとあの試験に落っこったぐらいの話どうでもよくなってくるそれから嫁さんに逃げられたぐらいでもどうでもいいっていう感じになるないよ逃げるような嫁さんなんだってこっちの方から叩き出すわってそれだけの力が出てくるわそれでねそれでその教義用は三を見るべしこの眉を上げる、ね、そこのところに三って言ったらこれ神武神海の三だもんどうせね生命そのものだそれから教義春は海を象徴するそうすべしってねこれもこの神武神海の間にね海をそうするって諸説いろんな川がみんな海に流れ込むのはそうっていうね是わいに慣習せらる岩橋に誘引せらるでまあ神武神海っていうね是がもう曜日沈黙する意っていうのとこうまあ慣れして親しんでるっちゅうねあのだから今言う慣れ親しむってこと大切だで岩橋に誘引せられる意っていうねそれを具体的に展開するのは教団あれで出とか胃とか腸とかってみんな言うけどみんな神武神海時事だで神武神海時事にあらざるものはないんだで風情は不協意にあらず不協意は風情にあらずしかしながら風情は風情で神武神海それで全くベタ一面じゃないんだベタ一面じゃなくて風情は不協意じゃないで筆は筆で神武神海時事だし不協意は不協意で神武神海宇治で不協意は筆にあらずこれら共に宇治なりみんなそれぞれに神武神海時事の宇治三文字なり海文字なり字にあらざれば三回あるべからず
三界の二根に字あらずとすべからず。字もし得すれば三界も得す。字もし増えなれば三界も増えない。これはまあ、山もこの字、国の字、この人無人界を展開する字ですね。だから海もそう。それで、もし字っていうのが壊れちゃったら三界ももちろん壊れる。字が増えなれば三界も増える。それを開く。ですから、時に出現する法、部員もあると。だけど、この平列。では、というのはね、これを、まあ今私が喋る場合でも、いつも言うように、なんとか一句はでも掘り下げた話をしたいと、こういうふうに言うよ。それ狙ってるわけだ。しかしながら、それが果たして本当に意が至ってんのか、意が至っていないのか、あるいはその話、今度十分表現して話できるのかできないのかっていう、これが意図、意図か不当か、苦等か不当かの話になる。そうするとこれは出来塩梅の話だね。つまり初めはこう道元禅師はだんだんこう話をこう変えていってるじゃない。初めはまあこうコップも宇治だ、水瓶も宇治だ、時計も宇治だ、眼鏡も宇治だと、こういうようなね、こう古物的には並べてた。俺は眼鏡かけるのも宇治だと、こうね、いうぐらい、あれだ、眼鏡かけるっていう意思的なもんが入ってくる。それも宇治だ。そして、眼鏡かける方が、男っぷりが上がる、いや男っぷりが下がるというそういうような話ね。これは価値判断的なそこは今もうちょっとあれして、どこまで意が至るか、あるいはどこまで苦が至るか至らないかって、そういうような今度出来不出来っていうかね、出来塩梅の話になってくるね。しかしその出来塩梅の話も生命の活動なんだ、宇治なんだ。それでそういう話なんですね。で結局出来塩梅、そのある時はいいたり、ある時は苦、ある時はいいたり、苦は至らず、ある時は苦至り、いは至らず、ある時は幾両ともに至る、ある時は幾共に至らずと、こういうんじゃなくて、もっと大切なのはそういう出来不出来の問題じゃなくて、その人無人界宇治な、人無人界自治の発言現状だけがその根本だっていうことね。それで結局幾ともに宇治なり、等不等ともに宇治なり、これどうせね、その意も苦も等も不等も、この人無人界自生命力の発言なんだから、生命力そのものでないものはないんだ。それで当時未了なりといえども不当時来なり、まだその本当に至ってる、至ろうとしてるって、それが終わらないうちにね、もう不当時来なりっていう、これどういうのかっていうとね、例えばその今言うように事務人会事っていう、それだけが狙ってやってる仕事だからね、あれ合格不合格の話じゃないんだ。ここまで出来具合が良かったから合格、いやここまで行っていないから不合格、
当とか不当とかのね、そういう合格不合格の話じゃないってことだ。生命力そのものの発言なんだからね。それだからね、本当はただやるっていう時ね、これはね、もう甚だ物足りないんだ。ただやってるって。の、いや、今私はここで喋ってるでしょ。一生懸命私は、その、一句は掘り下げた話したいって、それね、ただ狙ってやってんだね。ところがこれ、どこまでやって、今日は合格したってね。あったあったって、そういうその名札見て、あの合格不合格のね名札見て、あったあったって、やったって言ってね、その、受験生が自分の合格の名前を発見した時、そんなようなもんじゃないもの、今私がやってんの。俺の皆さんの顔見ながら一生懸命やってるんだけれど、ね、眠っちゃう人もいるし、眠そうな顔して眠り寸前っていう顔もあるし、さりとてキラッと目を輝かして聞いてる人もいるしっていうね。となるとこれ、それだからって、あの人も目輝かして聞いてるから合格って、そんなこと考えてたらもう話はできないもんそうでしょ。結局ただやってるだから、ただ一生懸命狙ってる。それが当時未了なりといえども、不当時大なりだ。でこれ勉強でもそうだ。勉強って今の学校のね、若い人たちの勉強っていうのは、なんとか学校出て資格取りたいっていう、それだけでやってんだから、これは合格不合格ね、だけの話です。そして何、学校を卒業しちゃったらもうあの本はパッと捨てちゃって、一切その後は勉強しないって、もう誓ったみたいにしないんだ。あんなの本当の勉学にならないじゃん。俺、私なんかはね、その点あれですよね、あのいつも言うけれど、早稲田だって今早稲田な騒いでるけど、何も今自分始まった話じゃねえんだから50年前の私の入学の時も裏口に言うけどだからね、俺あのこの話は30年前にさ遡るって、30年前どころじゃない、50年前もそうだ。ところが私だってそれ慣例に従ったっていうんだからそれより以前、あれより今度創立に100年って言うけど、もうそろそろ100年の歴史持ってんじゃないかな、あの早稲田のあれ裏口入学とにかくね、それであれしたけれど、私はそのどうせあの資格取りの受験勉強っていうのが抵抗したから、抵抗したかった。これで誰がそんなものをするかっていうのがね、あれだった。そしてあのカンニングと付け届けと裏道入学で、ね、学校出たわけしかしながら今度学校出てから、これね、早稲田出たのが昭和10年だから、今、昭和57年47年経ってんじゃない。そろそろ半世紀だ。その半世紀の間しょっちゅうこれ勉強してんですよ。それでこれ資格取りとは関係ないもの。それでその代わりカンニングした分だけはまた勉強し直すしたのそれで数学でもね、の歴史でもって、ところが物理科学だけはいくら勉強しても分かんなかった。とうとうこれはとうとう一生分からないで終わっちゃうと思うけどね。でもとにかく、できる限りは一生懸命その後まだこれ死ぬまで勉強すると思う。これが勉学だと思うね。資格取りの話じゃないんだ。でそういうね、
二との兼ね合いで資格取ろうってんでやる話じゃない。自己の生命力で勉学すればこそ本当の勉学なの。それでね、早稲田っていう、まああれですね、まあ官立大学はね、俺はもうああいうことの裏口入学なんてのは絶対許さないことは、俺あの安くあの学校出られるんだからね、俺はそういうだけの厳しさがなきゃなんで、だけど私学ってやつはその何とか出たいっていうやつだけ出してやったっていいんだと思うね。ただお医者さんがやられると困る。お医者さんがやられるとお医者さん何も知らねえんだけど、とにかくお医者は金が取れるっていうやつばっかりにできちゃったら困るからね。でまあそうでなきゃ私なんか大学出られなかった。でまあ世の中っていうのは妙なもんだと思う。あの、年と俺若いうちはまああれはいけないこれはいけないってこう思うけれど、年取ってくるといろいろそうかざっと言えないなってこと。大切なのは生命の実物だけだ。だから税不税の話じゃない、税不税以前の生命の実物だけを狙う、それだけが大切ですね。だからこのただやるっていうところは本当に物足りないんです。これ座禅しててもそうですよ、毎度言うけれど座禅しててそのあいい障害になってきた、なかなか俺もって思いながらやってるのは座禅になってないそういうね、座禅の時に自己観察はそういう自己観察しているその考え事してる。俺もだんだん済んできたそんなの座禅は済んでいない証拠だで、いや仏法の話の難しいとかそこなんだ。不善なっていう言葉がねあるけれど、汚れちゃいけない。その道元禅師の座禅はどこまでも不善なが大事。俺ははばかりながら